筋肉を愛し筋トレを愛すもの、それが高じてジムで働いている。会員の方がいかに快適に筋トレできるか考えるのは楽しい。設備も充実していて、初心者から玄人の方まで利用してもらえている。毎日仕事と家の往復、つまんねえ。なんか刺激欲しいな。こんなとこにジムあったっけ。お、あの二人かわいい。そういや刺激どころか出会いも全くねえし、不節制で腹も出てきたしな。ちょうどいいや、俺も通ってみるか。すいません、入会したいんですけど。ありがとうございます。こちらにお名前を。うっしゃ、これで全肉グッバイ。そして出会いカバー。ねえねえ君たち可愛いね、常連。俺は今日からでさ、よろしく。はあ、筋トレのこととか聞きたいしさ、連絡先教えてくれない？あ、もちろん二人ともね。いや、すいません、私たちそういうのは。走ってる君たちの姿が見えたから俺も入会したのに。知らんがな。いい加減にして。これ以上しつこいとスタッフに言いつけますよ。初日から出禁なんて嫌でしょ。行こうそら。ちっ、なんだよ、最近の子はガード固えな。あいつもうやめるか。いや、入会金がもったいねえ。ああ、しゃあねえ。入会金の元だけでも通うか。腹は気になるしな。1ヶ月後、あれ、なんでこんなにガスと水道安いんだ。そうか、ここ1ヶ月はジム通いで風呂代が浮いてんだ。これはいい、これはいいぞ、使える。数日後、王子さん、ちょっといい？園児さん、どうしました？シャワー室の一つがいつまで経っても開かなくてさ、もしかしたら中で体調不良にでもなってるかもって。すぐ確認します。お客様、すいません、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。体調を悪くされたり、そんなんじゃないっす。本当に大丈夫です。よかった、元気そうだ。フォントもラノベポップだし。すいません、シャワー室の利用時間に制限はありませんが、他のお客様も利用するので、長時間のご利用はなるべく控えていただけますか。せー、つい長めに使っちゃって気をつけまーす。ちょっと長く使っただけでうるせえな。僕もいちいちチクってんじゃねえよ。しかしここのジム、設備ほんとにいいな。シャンプーもリンスも。お、これもらっていけばさらに節約できんじゃねえ。絶対ダメです。水道代といや洗濯だってバカにならないよな。よっしゃ、ついでにやるか。高い金払ってんだ、節約に協力してもらうぜ。絶対ダメです。閉館後、あれ、もうシャンプーこんなに減ってる。昨日詰め替えたばっかりなのに。おかしいな、今までこんなことなかったのに。そういえばこの個室、昼間に長時間利用してた人がいたところだ。あまりお客様を疑いたくないけど、万が一もあるし、とりあえず今はこうするしかないかな。しかしその後もシャンプーは盗まれ続け、さらには白髪染めまでした形跡があった。神聖のジムでなんてこと。そんなことが起きるのは決まって長時間利用のあの人がいた個室。シャワー室に監視カメラを置くわけにもいかないし、仕方ない、今度張り込みするか。翌日、今日も洗濯しに来たぜっと。10分後、あの緑髪、確か1ヶ月くらい前に入会したテツさんだったよな。シャワー室から出てきてないのあの人だけだ。なんだこの匂い、うちのシャンプーとは違うぞ。お客様、失礼ですが、うちのジム以外のシャンプー使われてます？そうなんです、僕これじゃないとダメで。へえ、僕が使ってる洗剤と同じ香りのシャンプーなんてあるんですね。失礼します。いやー、一体何されてるんですか？はあ、見ての通り洗濯だけど。開き直らないでくださいよ。んだよ、会員は好きなだけ使っていいはずだろ。好きなだけ使うのと好きなように使うのじゃ話が違います。金輪際やめてください。しかしその後も鉄の悪行は続いた。シャンプーまた切れてたよ。なんか3番の個室いつも泡だらけなんだけど。お客様からの苦情はもちろん、鉄が使った後の個室は掃除に時間がかかる。おまけにシャンプー代も水道もガスもかさばる。ただでさえ値上げしてんのに勘弁してくれよ、マジで。利用者も減ってるし、なんとかしないと。節約大成功。浮いた金でパチンコじゃ。その後、見回りを強化したり張り紙を増やしたりしたが効果なし。シャンプー撤去するか。いや、でも他の方が困るしな。出禁にすれば早いんだろうけど、前の態度考えると逆ギレで何してくるかわからないし。浩二さん、大丈夫ですか？あ、ソーラさん、すいません、お客様の前で。いえ、そんな。もしかして張り紙の件で？お恥ずかしながら。盗難なんて最低。備え付けじゃなくて1回分だけ使わせるようにできたらいいのに。翌日。ああ、今日から声かけないと使えない。はい、スタッフにお声掛けいただいてからシャワー室の利用をお願いします。めんどくさ。じゃあ今から使うから。ではこちらをどうぞ。何これ。シャワー室内のボトルシャンプーは撤去したんです。なので代わりにこちらをお配りしています。はあ、シャンプーこれだけ。俺の毛量見ろよ。足りるわけないだろ。申し訳ありませんが、女性のお客様にもこちらをお配りしてますので。あ、うっそ。くっそ、これじゃもうシャンプー持って帰れねえじゃん。今日は済まないのが俺なんだよね。バッチシ見たぜ。シャンプーをどこから取り出したのか。王子さん、ちょっといいですか。はい、今行きます。今だ。見よ俺の早技。てかこれセット売りすれば転売できるんじゃね。節約どころかプラスってか。翌日。昨日は洗濯できなかったからな。もらったシャンプーもあるし2日分やろ。あ、ちょうどよかった。あの人です。窃盗の件で被害届出しますんで。昨日シャンプーごっそり持って帰りましたよね。というか今までもずっと持って帰ってましたよね。はあ、もともと無料で出してたもんだろうが。いくら無料だとしても立派な窃盗ですよ。だいたい俺が盗んだ証拠あんのかよ。どうせ当たりだろ。確かにシャワー室に監視カメラは置けませんでしたけど、受付だったら置けるんで、あなたがシャンプーを盗むところがバッチリ映ってましたよ。さあ行きましょうか。完全から行くタイプ。その後、鉄に賠償金をしっかり払ってもらう代わりに被害届を取り下げる形で決着をつけた。せっかく節約してたのにパーだ。むしろマイナス4ヶ月。なんじゃこりゃ。なんでジム通う前の金額どころか倍になってんだよ。これも増税の影響か。だったら許さねえぞ国。あ、もしもし、カッカクシカジカなんだけど請求額間違ってね。一度メーター確認しに行きます。問題ありませんね。水道管に穴があって漏れてるわけでもないし、やはりご自分で使われているんじゃないですか。なほだ。もういいよ役立たず。その日の夜。あー、水道代が気になって眠れねえ。あー、何の音だ。はあ、お前何やってんの。あ、バルシュッツが水道使わしてくれてありがとう。え、ちょ、待て待て待て。おー、じゃ早っ。妖怪かあのじいさん。漫画だからって飛んでいい距離じゃねえだろあれ。つーか水道代高かったのあいつのせいかよ。あのじいさん確か近所でも手癖悪いって有名なやつだ。絶対回収したらうるせえ。ああ、今回は見られちまったし洗ってやってもいいが、その前のは俺がやった証拠があんのか。ないなら払う義務はねえな。このクソじじい。そこまで言うなら絶対証拠掴んでやっからな。それから鉄と弦の激しい争いが始まった。蛇口に鍵、防犯カメラ、これで簡単にあのじいさんも盗めまい。しかし結果は鉄の惨敗。鍵はピッキング、カメラはレンズを塗りつぶし。はっはっはっは。忍者か何か。こうなったら蛇口ごと撤去するしかねえか。いやでもそうすると洗車ができないし、何よりこのまま引き下がるのは俺のプライドが許すわ。何としても証拠を押さえる。鉄の奮闘は続いたが、弦の方が何枚も上手。足をつかむことはできず、水道は使われ続け、料金はかさむ日々が続いているそうだ。いいかおおって、もしかしてこれ自分で気づいてくれてありがとう。一方俺はというと、王子さんシャワー室いい感じだね。ありがとうございます。汚れもひどかったし、これを機に改装、いっそ浴室も併設すればって勢いでやったんですけど、思いのほか気に入ってくださって安心してます。ジャグジーがあるジムなんてそうないからな。離れてたお客様も戻ってきましたし、これからも快適なジム作りをしていきます。あと皆さんの筋肉作りもご来店お待ちしております。